さあ行きましょう。まあ、もっとサクサク頑張りたいんですが、なかなか時間かかっちゃってごめんなさい。意外と意外と欲しいものも手に入らなくて、なんか意外と時間かかりますね。以上にそのお店もないしレア物もないしって感じで、投資をとりあえず確保しないと探索のこう速さが上がってこないのはちょっと間違いないので、頑張ってちょっと投資を、おいインパス取られた。これまためんどくさい、あいつを取り戻さないと。どこ行ったでしょうね。そう簡単じゃないのよな、これ。風吹いてから、風吹くまで厳しいかもしれないですね。大部屋使おうかな。 OK、 めんどくさいんで大部屋使います。逃げ惑っとるやつがベビーサタ右下やね。くるいたいた、張り付いてる右下に。なんていうこれ。あ、いや結構な探知能力やな。あんたはええのよ、あんたはそこにいろ。降りまーす。メガザルロック来ちゃった。ちょっとなんか微妙に一撃で倒せへんよね。会心能力とかも欲しいな。あ、しまった。印のこと調べときますって言ってて忘れてました。どんな印があるのかね。特にその盾の魔法弾き返す能力みたいなのに関してはちょっと知りたいですね。多分ロトの剣とかは特殊な能力って多分ないと思うんですね。アイスソードはあれかな、え、アイス特攻なのかな。それアイス特攻ってそんなほとんどないっすよね。ブリザードとあいつぐらいしか思いつかへんけど、じゃなくて氷にするとかそういうことなのかな。ほら溶岩魔人の氷の魔人のやつがやってくる氷攻撃みたいなやつ、あの状態にするってことなのかな。確率で強いっすけどね。そうなると汁デビさん、まあ汁デビさんもそんな大して強ないからね。見た目だけなの汁デビさん。いやそれはきついっすよ。持ち込みなしでやったら、持ち込みなしでやったらこのダンジョンだって汁デビさんだってもちろん強いんですけども、さすがに持ち込んでたらシルデビさんは。でもこれもね、こいつらも恥ずかしがらなあかん。僕もっと不思議で作ってきただけの装備やからね。そのここ来るために何回も何回も往復して鍛えたわけじゃないですからね。そういう作り方はしてなくても十分ここまで強くなってるということですよ。頑張ってだから効率よく作ってきたことは間違いないです。その武器を作るための冒険っていうのはほぼしてないので、それに関して褒めてもらえるんじゃないか。シルデビコラ、僕
店はないね。お店ないっすね。どんどん降ります。まあ、多分このフロア本来普通に来たらパンに余裕がある場合だったらもう間違いなくレベル上げした方がいいフロア、さっきもそうですけどベビーサタンおるんで、まあ、レベル上げを狙った方がいいフロアですね。まあ、人形よけがあったらもうよりって感じですね。さっきはここやったらもう人形よけあろうがなかろうがもう人形いないんで関係なく絶対レベル上げ推奨フロアになるかなと思います。ここで上げとかね、いつ上げんねんっていうね、こっからきつくなってきますからね。特殊能力系が僕もそれに関して対策できていないので現状特殊能力割とちゃんとこの辺からはしのいでいかないとダメ。武器が強いから基本先手取れれば一撃で倒せるから当たれば勝てますけど。見せなしくん右から、ま、こっちから回ってってアークデーモン一撃やからな、さすがに強いですけど。リレミとリレミとか、リレミとか、ちょっと待ってよ、一応持っていこうか。ひよってるわけではないんですけど、なんかほらめちゃめちゃレアなもんをたまたま偶然店とかで手に入れたとかいう場合にもうええかってなることもあるかなとか思って。いやでもちょっとロトの剣は欲しいよな。それはちょっと欲しい気がするな。やっぱロマン、ロマン。ロトの盾はどこにあるんやろ、ちなみに。もしかしてもっと不思議かもしれないですね。可能性はあるな。そう、投資が欲しいぜ。店の有無さえ分かれば速攻で階段降りるんですけど。どうなんやろ。でもね、なんか後で困りそうな気もする。それやってたら今ちょっとしのげる杖がそんなにはないから、大部屋で特殊系でまだ魔法弾けないって状況でとか混乱余計持ってない状況でプルプルってやられて、あれマジ無理じゃないですかこれとかって なるのだけはちょっと避けたいですけど、まあ、リレミとリレミターにはなりたくないねんな。チキンリレミターにはなりたくないですけどね。まあでもリレミとする価値はもうあるかな。前回は正直、前回というか前回武器でかく失った時あったじゃないですか、井戸で。あん時とはもう別ですから。あん時はもっと不思議これから行くって分かってたから、そこでクリアまで絶対やるっていうのも自分の中で分かっていたから、だからまあええやと、正直失うもの失う前がもうどうせまた行くんだからと、どうせそこで手に入るんだからっていう気持ちがあったから、今回は違うんですよ。まあとりあえずはもう行きたいですよ、本当気持ち的には。遊びで配信してなかったら多分すぐさまもう一回行くぐらいですよ。楽しかったからね。戦士の方はもうええかなって感じはしますけど、こっちはもっと不思議はやっぱり予想通り楽しかったから好きなんですよね。だから行きたい気持ちはすごく、もう一度行きたいという気持ちはすごくあります。面白いやん。
ちゃめちゃ面白いですね、やっぱ。そう、溜まってきたな。どうしましょう、身代わりは欲しいよな。まあ杖の値段としても超高額っていうのを知ってしまったんでね。軽く扱ってたけど、やっぱり強いっすよね。目の前の敵をまあ半無効か、厳密に言うと攻撃はされるんで、混乱した状態なんで攻撃はされちゃうんですけど、半無効化した上になおかつヘイトをそっちに向けられるという良さ、どんな時でも使えますもんね、あれは。そのアイテム化するやつみたいな一撃必殺系じゃないんですけど、ピンチしのぎという意味ではもうピカイチの能力、あれだけでええって感じ。こいつや、ブリザードにアイスソードなんちゃうんっていう、まさにこれよ。当たる。いや、爆弾よ、マジやな。あ、このフロアもしかしたらあるな。これ現実師ですか。現実師や、こいつの杖が強いよね。高い。イレミト。じゃあ23階。これは、あ、ここも、お金っすね。で、通過する通貨と罠抜けの指輪が必要やって。全然無理やん。っていうか、全然手に入ってないっすやん。もうここでそんなん言われんのかよ。マジか。これね、なんか、一回昔開けたことありましたよね。そこ通過して、で、罠抜けやってってことだよね。なるほど。それで手に入るのがお金か。いいのあるんでしょうねとか言ってたとこやで、ね。1万6千ゴールドって書いてます。それほどやね、だから。何をしたの ?24。30のアイスソード。まずはそれが、最初の楽しみ。楽しみ目標。幸せも置いていこうかな。ギリギリですよ。幸せを。なんとか握りしめていく。ギリギリやね。もう幸せを捨ててもいいと思ってる、僕は。嫌やな、その考え方。幸せを捨てる考え方。幸せなんかいらねえよ、夏。ていうか、店来いよ、マジで。なんかちょい重な感じをするから、店かモンスターハウスかあるかも。おもろいっすね、ほんまこの重さで大体わかるんで、処理の重さでなんかあるんじゃないかな。怯え欲しい。くそー、置いていこうか。ラリホーか怯えやったら怯えやねんけどな。ラリホーと交換するか。ドラゴンはやっぱドラゴンキラー入れてても強いっすね。普通に一撃耐えおるっすね。
まあその攻撃力がめちゃくちゃ嫌っていうもんではないんですけど、耐えるなと思って。タフやね、タフネス。キラーアーマーとかも全然耐えとるもんな。この辺がちょっとさすがにこの今の剣でも一撃で倒せなくなってきてる。ショック、倒した。言ったらすぐ倒した。一撃で倒せなくなってるって言ったらすぐ倒した。ドラゴンはタフネスっていう話してて何の説得力もない。すぐ倒してるんだから、そういうのやめてほしい。インパスどうする？持ってく？持ってかない？お前持ってけた方がいいんでしょ。どうするどうする？貼り付けを処分するか。トラマナは50回までいらないので、ああもう難しいな。合成しよう。合成します。今後ここにこんな感じで、これで荷物を削って、ね、なんやったら正義のそろばん、それもやろうか。ちょっとロスでかいけど荷物のこと考えてやりますわ。こう、よし、正義のそろばん48きたー。やりました、やりました。だいぶね、こっからのまた探索効率も上がるでしょう。ドラゴン一撃で倒せるようになったと思いますよ、これで。じゃあ、こら、じじい、こら。特殊能力系だけは注意。キラーアーマー、これ、いやー強いなー。まあアーマー言うてるからね。羽戦にも強えなー。一撃では無理か。ホイミスライムすんごいダメージ。え、なんやろ、特攻が2つ効いてるような状態なんですかね、あれ。もしかしてこれ、え、これ毒、多分毒。やばいよ、やばいよ、ドク当たるかよ。そうだ、しゃあドラゴン一撃。うわ、だいぶ上がったな火力。16上がったんですけど、数字言うとだいぶ上がりましたね。盗賊の壺か、まあ持っていこうか。まあ一応保存代わりというか、そうにも使えますので。当たるかよ。これ全部ほじくったら部屋になるかな。絶対ならへんな。じゃあ俺ら刺激や。え、正義のスライスってまあまあ強いんかな。攻撃力2やろ。え、一撃してみようかな。なんで、あ、なんであんなダメージ入ったんやろ。めっちゃ弱いんかな。バグ？あんな入るわけないっすけどね。え？なんでほんまに、なんで入ったんやろ、あんなに。ここありそう。
重かった理由はこれか。地形的にこの下にビジョンメガネがあるんじゃないか。これしかにこれで壊れたらめっちゃショックやな。ビジョンメガネがあるんじゃないか。フローリング引いてあるよこれ。ビジョンメガネなし。いやねないっすよね。ありそうやったのにな。ないね。普通にない。当然のごとくない。昔やったあれも試練なのかな。なんやね、なんかねめっちゃ分かりやすかったんですよね。あのタイプの金庫がすごく分かりやすかって、もう絶対あるみたいなマップがあったんですよ。要は部屋の法則的に一部屋だけないみたいなパターンじゃないですか。こういうパターンって今言ったら二部屋ないみたいな、ああいうところには大概あるっていうのがその一応ルールやったんですけど、そのルール守られてないっすわこっち。でもこっちだからこそこのトンネル2の方が好きですけど、僕はそういう絶対みたいなことを出されれば出されるほどやっぱちょっと萎える部分もありますやん。そんなんいらんねんっていう、そういうことじゃないですから、やっぱこういうゲームはあくまでもそのランダムっていうことを大事にしてほしいから、あれでいいんです、あれでいいんですけど、予想が外れた時の恥ずかしさはあるよねっていう。そういう意味でね、じゃあ僕が好きな六葉の試練とかやと、その壁の中に階段があったりして、黄金の間っていうところに行けるんですけど、そういうの楽しかったね。壁の中なんで本来はめっちゃ難しいんですけど、見つけたらそこから行ったところにはいいもんあったりするみたいな。ただそこ自体が、その階層自体が割ときつくて、その難しさもあったりしてみたいなね、いいところ悪いところあるよっていうね、面白さあったね。懐かしい、またやりたいな。インパス取るね。でもそんなに識別できてるんでね、そこまでその未識別のものってないですよ、日本ね。しゃなく欲しいよ。人星と交換していこうか。どうしよう、もう盗賊の壺に鍵全部入れようかな。鍵めっちゃ持ってきすぎてて邪魔なんで、とりあえず鍵入れということで、めっちゃ使う、気持ちいい、いい音使う。まあでも それっぽくてええわ。盗賊の壺っていうものに対して鍵が入ってるんだから。うわ、でも爆発よけでちょっとダメージには軽減されてるわけですよね。いやそれが大事だね。多分ね後半しんどい場面来るんですよ。その爆発とか誘爆的なことで死んじゃうっていう場面必ず来るから、
それはやっぱしっかりやっときたいですね。対策しときたいです。27回。武器はもう武器防具に関してももうできる限りはやりますから、できる限りはこの装備して、プラスやったら合成のために持って帰ってっていうのはできる限りはやりたいと思います。木の矢はいいかな、引き寄せだけは貯めようかなと思って今ちょっと頑張って貯めてるんですけど、引き寄せはやっぱ強い。レミラー OK、 しょぼい、そっといける。しょう、ただそれのせいで辛いのも事実。アイテム欄をパンパンに、ほらもうパンパンになってくるんでね、持って帰りたいな。もう倉庫の壺手に入らんかな、もう合成が手に入らないならもう倉庫ですよ。どうしますかこいつ。いやこいつやな、ほんま鬱陶しいな、ほんま鬱陶しいですね。クソ、荷物ももうパンパンや、どうしよう。お願いします、なんか楽しいこと起こって。てか保存の壺落ちてないっすね、マジで。お店でもいい、モモンスターハウスでもいい、合成でもいいし保存でもいいし、その辺欲しい。出たー、なーなななな、くそ、くそ、もうどうしようマジで。ごめんなさい、ごめんなさい、本当にごめんなさい。まあ、幸せはいらんわな。幸せなんてありすぎてもまた幸せを感じ取れなくなるから。どういうこと？どういう意味？ちょうどです。ちょうどのやつです。こんなもんね、ほら。回復の壺とか、何個あっても足りひんもん。これがまともに出会ってたら、まあ、こんな剣が育ってることは、それはもちろんないんですけど、その嫌なタイミングで出会って、なおかつ爆発よけとか持ってなかったらと思うと、もう、ほんまに、きついですよね。じゃあ俺、冒険かまいたちってなんなんやろ、8方向かな、前3方向とかじゃなくて、そんな一周パターンの可能性ありますね。そうなると混乱無効ができるのはめちゃくちゃ強いですよね。まあ厳密に無効ではないけど、無効に近い能力ですよね。
だってどこ向いても振っても剣当たるわけでしょようになるのならば、そうなんじゃないかなと予想してますが、合剣かかまいたち実質的には混乱無効化だとするならばかなり強い。1持っていきたいです。持っていきたいです。もうインパスも使っていきます。限界まで1を持っていきます。僕は今回そういえば力の種あんまり出てないんですね。次にだってそのアイスソードを手に入れるわけやから。来た、よーっしゃ、いやーでかい、あー嬉しい。これでアイテム欄がスカチオになっすることができます。アグネタ入れる、そして1,2,3,4 いいかな、よいしょ。もっと出てくれてもええんやでね、ほんとに。57強くなってきたぜ、めちゃくちゃ強くなってきた。99とかまでも狙えるレベル見えてきたな、嬉しいっすね。ただどんだけ強くても防げない攻撃もまたあるから、よし、じゃあいざ30回行ってみましょう。楽しみ。ここが結構最初の部屋がきついから、ほら予想通り、よいしょ。コンボ、おっとドラグーン酔えんだよてめえ、おらじゃあおら羽仙人の強いまであるぞ。やっぱりな、この扉がある部屋はとにかくなんか並んで敵がガガガガって集まってくるような気がする。なんかちょっとだけね、敵の移動パターンがおかしいんですよね。あれかな、気持ち数で言うと、あ、保存やった。もしかしたらその浮動してる数が多いのかもしれないですね。止まってるやつが少ないというか。いらん。そしてここか。おし。あ、あ、これはツルハシのみ。あー、このパターンか。そっか、このパターンか。なるほど、だからツルハシしかいらんのか。どうしよう、取ったらまた動くっすよね。一番端っこやね。まあでもルーラソーでいいんじゃないか。これはアイスソードを拾った。氷の刃で炎系のモンスターに、あ、そういうことか。炎系のモンスターに大きなダメージを与える。ただし氷系のモンスターにはほとんどダメージを与えられない。あかんやん。いらな、合成しない方がいいやつですね、これは絶対。レアやけどって感じだね。なるほど、氷のやつにダメージ入らないの辛いから、まあ数はそんな多くないからあれですけど、まあ、炎のやつっていうのもそもそもそんなに多くはないしね。さあどうやって逃げますか。ここはもうルーラでいいですか。
ルーラで異様な気がしますね。安定の持ってないし、あるし、そんなに離れてないけど、もう一丁そんなに近づいてないけど、はい、よっしゃ、降りました。いいね。ふざけんな、おら。くそ。おお、かっけえ。ジョン、ジョン。かっこいい。ジョンっていう、すんごい音する。いや、まあ、ロマンシングやね、ロマンシング。ロマンシングではあるけども、まあ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 って感じですね。必要かと言われれば、僕はまあ合成はしないかな。ミニデーモン。こんなやつおった。あ、そっか。え？そっか、もうあれか。今初めて見たなと思って、ミニデーモン。もうあれっすね。もっと不思議、ごめんなさい。不思議のダンジョンでいうところの、もうこれここまで来てないわ。あれそうや、28回とかじゃなかったっけ。これ初めて見たもん、この緑のやつ、ミニデーモン。なるほど、もうそこに、その域に来ちゃってるんですよ。要はここからは初見ですよ、私も。なるほど。山同士とかあの辺怖いね。もちろん全然即折り系でいきますけども、レベル上げとかをするつもりは基本的にはないです。ただ当然なんですけど、ここから先の難易度に関しては特にですけど、基本持ち込みありの難易度を想定はしてるんかなって感じですけどね。想定はしてるはずですよね。なのでまあそんなに優しくはないだろうとは思いますね。なるほど、そうか。いやらしさが急激に上がってくる可能性は十分あるな。けだもん、こら。怖そうな生魔導士ですかね。魔導士何やられんのうっとしいかな。黄金のツルハシ投げるとかですよね。まあそのやとまあがっつり失うことになるんで。あ、出た、あいつ。何やったっけあいつ。玉ねぎマンや。おい、玉ねぎマン、こら。絶対玉ねぎマンや。何も出してくれへん玉ねぎマン。だいたい一枠で20回分ぐらい降りてこれた感じなんすかね。そんなにスピード的な効率はそこまで良くないですけど、まあ順調に、今のところ順調にその取りたいものは取ってはきてるけど、ただやっぱ罠抜け取れてないのでね、その辺はちょっと気にかかりますが、はい、じゃあ次回ここから行きたいと思います。で、またサクサク行くことになると思うので、次は50回を目指していく感じで、50回に剛健かまいたちがあるそうです。ただそこまでに
罠抜けの指は用意しないといけないので、残り17回で用意できるかどうかにかかってきてますね。はい、ちょっと頑張っていきたいと思います。